今日、東京都が確認した新型コロナウイルスの新たな感染者は382人でした。34日連続で前の週の同じ曜日を下回りました。感染が確認されたのは、10歳未満から90代までの382人です。直近7日間の1日あたりの平均は400人で、前の週と比べて 45.2%となっています。年代別では20代が最も多い94人、次いで30代が68人で、重症化リスクが高い65歳以上の高齢者は41人でした。重症の患者は前の日から8人減り13、131人となりました。 また50代から90代の男女8人の死亡が確認されました。